受け取ると、そこから濃い方まで、そこから、スタートすることもあるし、逆にそれが人を傷つけたりすることもあるということで、出た文字をテーマに書いてみました。2009年11月です。本人は誤算の場を目指す、はい、そういう感じに聞こえたらラッキーかなと思います。紅白色の液体、私コンビで遊ばせて、うらつきただけ響く音に酔いしれているので、薄暗い空間、風の音色に抱かれて、あなたの指にそっと触れてみる。忙しさに紛れ、いつしか心をなくしていた思い出したわ。人を愛するということ、二人のグラス見比べながら、この恋の行方に思いを馳せる。あの時は一人で周りが見えなかった、仕事だと自宅が全てだったまで、けれど
それでは。